ロットファンには、フランスマルティーグ出身のサッカー選手、モントリオールインパクト所属。ポジションは DF、ベナンにルーツを持つ。地元クラブの FC マルティーグで、プロキャリアをスタートさせると2002から03シーズンに移籍した RC ランスで、リーグ &UEFA チャンピオンズリーグを経験。オグック・ニースでは2006年にクープ・ドゥラリーグで、準優勝。 スタッドレンヌでも2009年にクープ・ドゥ・フランスで準優勝した。2010年12月にオリンピック・マルセイユへ移籍。400万ユーロでの獲得と報じられた。マルセイユでは5シーズンにわたってディフェンスリーダーを務め、リーグ戦127試合に出場。クープ・ドゥ・ラ・リーグでは2010年から連覇を達成した。カタール。 イングランドでのプレーを経て、2016年8月31日に、オリンピックモルセイユへ復帰。第1期ほど、絶対的な存在ではなかったものの右サイドバック、およびセンターバックの控えとして27試合に出場。翌2017から18シーズンには、どちらのポジションでも、出場機会を失い2018年等に、クラブとの契約を解除。2018年3月5日に、 MLS のモントリオールインパクトへ自由移籍で加入した。2008年10月14日、フランス代表としてチュニジアとの親善試合に出場し、初キャップを記録した。それ以来フランス代表からは遠ざかっていたが、2012から13シーズンに再び活躍し始めると、怪我で離脱したマッティー・ドゥビュシーに代わって、久しぶりに召集された。クープ・ドゥラ・リーグ優勝時のファンに、 ありがとうございます。